眩しくて歩けません。さあ、何やったっけ、島津義弘の陣跡、神宮へ行ってみます。まあね、ここはね、僕がめっちゃ昼間来てお気に召したところっすよね。気に入っちゃったところなんですよ。さすがに夜来ると静かっすね。明かりが一つもないんだよな。あったろ。うん、この辺ですな。これじゃない？夜で何か変わったとかまだ聞かない方がいい。気をつけてよ。ここに撤去してみます。よし、先が OK、うん、とりあえずこの角度ですな。うん、分からんだろうな、きっと。そうそう、どれ？光るやつを作ったんだけど、もう光らないの。ああ、あの寿命短いやつ。そうそう、まあいいや。とりあえず何かが取れとるありがたいんだけどな。よし、まあとりあえず。はい。光らないとわからんけど。皆さん、ごめん。待って待って。よいしょ。はい。おっと。はい、ここは僕が昼間来て、島津。はい、島津義弘。義弘さんの陣営があったとこなんですよ。いや、今ね、ちょっといろいろ観測しようと思っております。もうこれ全然今の多分ライト余計に振ったからだと思う。ほら、フラッシュがついてないけどな。なんだこれ。出た。よし。ここね、僕が来て先に感じたのが、はい、うん、とにかく僕に似たタイプの人です。あのね、本当ね、一番、まあ、何だったっけ、石田三成、はい、今日はこっちのやった徳川家康とかちょっとちょこちょこ昼間回ってみたんですけど、この今日3つぐらい、前入れても3つぐらいしか回ってないやん、陣営って。まあその中でちょっとね、ここの陣営だけどめっちゃどうだろう、ほんとね、島津を中心にして、うん、全体的にめちゃくちゃ強いんだけど、島津を筆頭にして
ここ5人ぐらいがすごい腕っぷしのいいやつらが5人集まってるんですよ今ね、すごい感じるんですよ。すごく、なんちゅうんだろうな、どうなんだろう、今で言うと本当にもうめちゃめちゃいけるプロレスラーが集まってるの、陣営の格闘団体が集まったような、そうもう本当に昔で言うと特攻隊長みたいな、ゼロ戦で、何も武器もずぐにガソリンも往復ない片道切符っていうぐらいの陣営なのよ。だけどこのここ大好きなのがこのわがままさ、わがままさこいつマジマジっすよ。これを好きになる人嫌いな人が多いかもしれんけど、めっちゃいいこの人。まあなんていうか、型から外れた人は好きになるタイプよね。そうだね、型にはまったなんていうのタイプだと、なんだこいつ言うこと聞かんし鬱陶しいなってなるような。でも2人だけは結構2人、その強い中の2人は結構真面目に俺は戦うとか行きたいっていうタイプなんですよ。おー、だけどね、ここはすごい、この島津義弘さん写真はこれと比べてどんな感じですの？ちょっと違う、だいぶ違うって。こんな優しい顔じゃないです。もうちょっとこんなイケメンのピリッとしてはいないです。もっとこわもてな感じ。こわもてすごいこわもてでだけど、このなんちゅうの三成川か、石田家か、石田家の中ではもうほぼほぼ強いね。そうね、石田家側からしたらだいぶなんていうの、もうちょっとこの人が威力発揮してくれればだいぶ潰せたと思うんだけどね。夜になるとねすごいわかる昼と違って邪魔がないから。すごいねこの人。でもなんだかんだって忠誠心はあるんだよね。まあ忠誠心っていうか、めっちゃ強いけどすげえよ。もうあの変な話、鬼に金棒っていうけど多分鬼に金棒鬼始末なだけに本来だったらズタズタって槍とか言ってけど、槍も手で掴めれるような腕力がある。すごい本当にパワー系のパワー系だけ、すごいね。僕ここのこの島津出たすごいねって言うけどさ、なんていうか、もちろん俺らはゲームの知識とかそういうなんか、いろんな本の知識しかないけど、当たってるのがすごいわ。あのね、ここはすごい。この今までこうやってわーって見てきた中で、広場の中で一段とこっちのパワーがあるって言うけど、だけどムイ君はもっと上のやつがおるって言ったじゃん。あの評判的に言うと、本田忠勝の方が強いっていうレッテルがあるな。本田忠勝のそこ行ってみてわからないねでもこの島津ほぼほぼ動かずに行くんだね。動かずに行くとは？動かざること山のごとしのように、それ書いてあるものあ、嘘。だからあれ、もともとこの辺に陣張って、あれで、あの道のあの左側の下ぐらいかな。まあ変な話、これが馬あの折るとするじゃないですか。ここにこうやってその強いやつが折るのよ、腕力のあるやつ。その前にもまだ折るのよ、マジプロレス集団なんだよな。本当にパワー系、必ずもう剣術武術っていうの、にこの2つに長けてる。ただ足りないのが頭が筋肉っていうやつ、パワー全振りだ。でもすごいよ、
多分この陣営のこの何やったっけ、島津家、うん、あとこっちのこの黒岳とかこやつらよりかめっちゃ強いぞ。うん、この島津っていうその腕力でいくと、おう、うん、うん、あの唯一その強さがなんていうの、功を奏してっていうか、ほらこの地図見てわかる通り、あれ関ヶ原駅ここにあるじゃないですか、うん、っていうことは家康側はこっちにいるんですよ。そうだね、自分たちが不利になりました、もう撤退覚悟ですって言ってみんなが逃げ出すじゃないですか、うん、当然敵こっちにからこっちに逃げるじゃないですか、うん、あ、島津だけこっちに行ってるんですよ。これはただ逃げるためじゃねえのか、こっちに向かってるとこっちに逃げた方がいいってか。でも要は敵軍のど真ん中ぶち抜くんですよ。強えもんこれこんなシャボっぽい刀やけど、そんな違う刀じゃないぞ。もっとなんか体験っていうぐらいのなんかでっかい刀持ってる。重い、うん、こうやってポンと下ろすだけで切れるような、あー、うん、あの今でいう中華包丁みたいな重さで切るタイプみたいな。そう中華包丁ってスケールが小さくなったぞで、なんちゅうの、取っ組み合いになっても、うん、負けんだろうな。いや、うん、島津を筆頭にすごい、ここの陣は、うん、ちょっと難儀が、まあ、僕から通してすると、うん、使いづらい人間、強い上にまあ食ってるっていうかいわゆる九州で鬼島津って襲えられて誰も勝てねえみたいなことを言われててリクルートされたそのヤンキーのトップのあれですからな、言うこと聞かんわな。本当にこれわかる、うん、ここは強いっていうのは本当強い。あのね、本当になんていうのかな、今までの中ではない、歴史の中ではない、すごい、うん、僕は好き、こういうなんかこういうパワー系っていうのは僕に似てるね、わがままでとりあえず殴って解決させようそうやな、言うこと聞かないから殴りゃ一番いいっていうやつ、うん、シンプルイズベストを自然いくな現代でいう本当やんちゃだね。あ、なんかどっかの将軍持ったって暴れてやんちゃな。さて誰のことだ、将軍家なんてみんなやんちゃなもんだよ。え、こここれこの人な、もうちょっと知恵っていうか、まあ知恵もあるんだけど、うわすげえなこれ、オーブが、あ、ここオーブすごいんだ、すごいね、やっぱしここ結構固まっていくとるね。だけどここ戦う人数少ないのよ少数精鋭で足りてるんでしょ、だってここは、うん、あの敵軍もさ、わざわざさ、そのある意味戦に関係ないさ、強いそのジョーカー的なやつのところに行かないわけで、槍というよりも鉄の棒を持ったようなやつらがいっぱいおる、ほんとに金棒のやつでもうへし折れるような首を、鉄パイプ持ったヤンキーじゃないか、そうほんとに金属バットで喧嘩してるような感覚、すごい、ここ、この人たち俺が興奮する、ここビーバップハイスクールとかあんな感じの、なんか普通だとさ、はい、2発3発殴って、うん、戦うやん、ここ違うもう一振りで足の骨が折れるようなタイプだね、えぐい足の骨折れたら一緒に心も折れると思う、あ、絶対勝てねえってなる。いや、もう足の骨折れたらもう歩けんからもうそこでもう無理やけどでも不思議なことに、うん、ここだけがその命まで取ろうっていう切らないんだよね、ここ。あ、なんでやろうと思う、ここだけが一番なの、あの書いてあるセリフの通りじゃないの、今日は好きなやつが好きなだけ手柄を立てれるような風にやりたいって言って、なんていうの、自分からも、なんていうの、特攻してないから。いや、特攻するまでもないもんだから本当に筆頭に、うん、ものすげえすげえ猛者っていうの、うん、本当に棚橋がいっぱいあるような感じ
プロレスラーみたいな、ガタイのいい、なんていうか島津義弘が強いっていうのは本なりゲームなりやってればわかるんですよ。そのそのマさんたちよりも島津の方が強いんやって、うん、なんかね、まあなんちゅうの強さで抑え込んで強さを使ってるって感じ。あ、本当になんかあの学校でてっぺん取ったぞみたいな、そういうヤンキーのあれでしょ。学校どころじゃないと思うな。本当そこの地区地区になんか相場偉いやつ、強い、一番強いやつ、あ、はいはい、あのどこどこ町の番長みたいなやつら同士で殺し合っててっぺん取った、殴ってお前俺の配下になれっていう感覚。俺の下につけ。あなた好きそうやな。で、好きよるこいつは。あ、ここはすごいぞこの人。ああ、ヤンキー好きに受けるタイプの人か。そう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 。うん。でもなぜか知らんけど、これ終わってから自分に命ないんだよ。ん？これ終わってからの消息が見えないんだよな。島津義弘、最後どうなったんだ？ちょっと重いな、ここには、俺。で、すごいな、ここもう大好き、この地区ですよ。こうやっていても微動だにしねえもん。だからもう虫が。でもこの人は偉い、偉いのは、うん、自分も戦うっていうところがすごいね。率先して、ああ、ちゃんとリーダーとしてのカリスマ見せつけてるんだ。カリスマどころじゃないな。、うん、でも配下が死ぬ率が少ない。ここ強えわこいつ。喧嘩いいな、ここ。オーブンも結構ボコボコ取れてる。あ、ん？これ、なんか自分だ。あれを。一応言うか、俺を呼んでないぞ。あ、でもあそこちゃんと電子見えるね。何か映ってるかな。映っててほしいですな。俺ここがいいな、ゾワゾワしてきたんでしょ。まずは知れば、ここがここにずっとおるわけじゃないもんね、この人。ん？撤退のこと以外でも？いや、撤退でここにここにおるわけじゃないもんな。ん？島津がここにおったわけじゃないんだよね。最初ここに陣を構えて、まあ好きなようにみんなで戦えばいいんじゃないくらいなことを言って、そこそこ奮戦して最後敵陣突破で関ヶ原は出番終了ですけども、多分関ヶ原のこの石田家、石田の中では意外と倒してると思う人を。ああ、うん、この陣の中はこのわがままさえなければ中円もっと中円発揮できるんだろうな。うん、まあ、あの島津の続き、うん、ここ終わった後、うん、もうあの薩摩に帰ってますね、九州地方に。でその後徳川が要は全国制覇、うん、成し遂げてるから、あの同盟を結ぶ感じで和平交渉に当たってて、病気で亡くなってる。どうだろう、病気とは書いてないけど、でも隠居後は若者たちの教育に力を注ぎ、享年85歳。長く生きたね。うん、85歳で死んで、この時義弘の後を追って13名の家臣が殉死しているって。めちゃめちゃカリスマあるやん。すげえカリスマやん。やっぱすげえな。
雲の巣がすげえな、ここ本当にね。13名の家臣が巡視しているだろうな。やべえ、俺もこういう強いやつ。85歳まで生きてなおそれだけのカリスマ持ててるってすごいね。すごいね、こんだけ強かったら来れるぞ普通一生ついてくっすっていうバカがいっぱいいたんだろうな。そうなのすげえな、ここ俺好きだな、ここが好きだな。どうしよう、正直な話、うん、このトークだけで十分撮れ高なんですよ。撮れ高すごいんですよ。どういうことや、え、もう語ることないだろうって思う俺そう、いや、ここはね、僕としては本当にすごい歴史の中で、うん、石田さんも好きだけど西巻さんすげえ、俺も多分好きになる。ああ、強さはな、うん、勝っても負けてもとりあえず仲間になれるぐらいには、そう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 、人を裏切らないっていうところが素晴らしいね。ああ、確かにそういうのないな。男気があるっていうか、男気しかない、うん、すごい、こんな人がいたんだえいやね、こういうところにみんな戦国好きとかハマっていくのよ。なるほど、こういうなんか生き様がかっこいいだったりそういうのがあったりするから。おー、いや俺も今日ここ行って初めて知りましたこれで初めてですってよえ、だってこんな島津っていう人知らねえもん俺。さすがにね、すいません、ここが終わってからの途切れたのがどうしても読めなかったのは、うん、終わってすぐに立つのにそりゃ無理だよ読めません、死んだんかなと思ったもん最初。その後すぐに、お見送りしてる暇もないよ多分、こんなさ急に薩摩に帰るなんて記事になってたら、うん、通りで切れてますわ辿れませんそこまで、さすがに僕も。だけどこのもうこの中で多分なんだろう、陣営、うん、なんかね、大将その含めてでほぼほぼ殺されてないと思ってくれればいいです。あー、うん、それはすごいね、関ヶ原でほぼほぼ死なないって。ほぼほぼそうだね、変な話3対1で戦っとる中で3対1で余裕なところしたジンで言えばバケモンだな、そんなのがゴロゴロいんの。そう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 、うわ、こうは近寄らんわ俺。それすごいね、この人ヤンキーどころか極道レベルじゃん、なんか伝説の極道だようん、これで見るとすごい。それとすごいのが、うん、飯食べるよ。違う、うん、いや自分はね8分目、7分目、6分目、5分目なんだけど、うん、その部下に食わせる、大量に食わせるご飯を、飯を。あー、うん、やっぱ強く、なんていうの、強くなるにはどうするかってこと分かってんだな。自分が一番守りたいんだよというよりね、自分は、俺は守れ、自分は自分で守れっていう人。あー、うん、かっこいいな。かっけえ、この人うんそう、ちょこっとね、たどりし、ちょっと年数が経っとるでたどるのが大変なんだけどでも言うて400年前よ、たどれますな。うん、長いな、ちょっと少し物語を言うと、お手助けをしてるん自分の部下が押されてると、うんうん、それを助けに行くタイプって思ってくれれば、皆さん。あー、本来はやらない。それがなんか今日は好きなやつが好きなだけ手柄を立てたらいいに繋がるのかな。自分があまり表に出ないのは他のやつに手柄あげさせるためみたいなのもあって、そういう考えとる人じゃない。あらあら、うん、そういう考えではないみたいな、うん、だけどなんだろう、
うん、やりたけりゃやる、もうとことにかくやれって感じ、みんなに。ああ。押されてるなと、うわーってボトボトボっていく感じ。ちゃんと、なんていうの、自分の手下っていうか部下を守る。いや、部下もでも殴ってっからな、自分の、なんか陣営も、陣営が。うん。なんか、うわーって言っとる間に、うん、陣営、自分たちの陣営も殴って待っとるって感覚。だからこの人、いわば頭に血が昇ると見境ねえなっていう人やな。こうはでも強えな、この人。うん。ああ。いや、部下がすげえな。まあ、その、なんていうの、うん、各地の番長クラスが、なんていうの、慕って集まったような人でしょ。慕って、そうだね、惹かれてく人間っていう。うん。最初は力で抑えてるんだけど、そう、なんか、うん、いざなんかこいつと関わったら、こいつめっちゃいいやつじゃんみたいなことに気づいて、そうなんか仲間になる、ピッコちゃん。そうそうピッコとかベジータじゃんって。もうね、やば。すごいね、この人。歴史の中で多分、この中では、陣営の中では一番統一された強いチームかな。おー。うん、強い。俺好きだ、この力づくっていうのは。皆さんにはどう伝わってるか分からない。ちょっと興奮してますね、僕、うん、ね、俺よりモチベ上がってるよ。え、歴史が分からんけど、まあ、でも、あの、むちゃくちゃ言ってね、嘘の面もある、あ、違うだろうと思うかもしれませんけど、僕が見れるのこれぐらいしかないですね。どうなんだろうね。最近のドラマの誇張されっぷりも大概だけど、どう、あなたのセリフ、知らん人から聞いてどう聞こえるんかな。分からん。嘘つきやと思って思われるんやないの。何をめちゃくちゃ言っとるんやって言われてるかもしれんけど、僕の場合はスライドで映像が送られるだけだから、それももう何百年も経ってるものを閉じ込みだって言ってすげえな、ね、カリスマだけで事実上なんていうの、腕っぷしなやつらかき集めるだけのなんていうの人物か。そうだな。それをまとめれるような上司がいたら多分もう完璧だったんだろうな。ただな、性格にも難があるでな。まあ、腕っぷしだけで上がってきた人たちはね。ここはでも、多分、うん、一番強いと思ってるんだけどな。ここだけが違うもんね。なんていうのかな、その統一されてるっていうか、まあ、まあ、自由奔放もいけるんやけど、その自由の中に統一されてるっていう。要はヤンキー同士の横のつながりじゃないの、その警察の縦のつながりみたいなんじゃなくて、この人のためならっていう、あのヤンキーが不利になったらすぐ仲間呼ぶような、ああいうなんか横のつながりじゃないの。石田ねえだっけ、石田三成、うん、三成っていうよりも島津さんのためっていう感じの。わかるかなこれ。でもすごい、一番なんかこのぐるぐる回った中で一番強い人物、好きだもん、こういう人も。そういうのを石田さんが まとめれたわけやろ、うん、まとめれてないですね。むしろ石田家の、あの、なんていうの、人たちは、うん、軍勢が少ない、手勢が少ないっていうこともあって、この、だいぶ島津さんたちを軽視していたので、だってどうやっても中央に配置するべき人たちでしょ、こんな隅っこじゃなく、うん、もうちょっと中心側でも良かったような話だけど、なぜかここで抑えられてんね。だから要は人数少ないから、お前らがこんな陣と真ん中取って破られたらやばいからみたいな、うん、甘く見られてるってことっすよ。でも破られるもんな、他が総崩れしてんだもん。かといってそこまで行こうとしないとこが好き。あー、うん、余計なことをしない。わかる。うん、今で言うと本当に見て見ぬふりするっていう、まあさっき言った自分で自分の身ぐらい守れっていう話ですよな。そうそう、自分の身は自分で守れ、人に助けてもらう。だけどそう言いながらも、うん、自分のその部下はしっかり守る、部下はしっかり守るっていうとこが好き。うん、まあいわば、なんかこの中で一番戦いを喜んどる人。言っとること俺おかしいかな。これはもう視聴者さんに任せるしかないな。すごいな、ノーカットで送れそう。いや、でもこの
島津さんはすげえ。今日パイプレーナー、ここもすごいんすか、やっぱ。え、それこの島津さんたちが倒したそれ、島津さんが倒した人、うん、もあるし、新しい新やつもあるね。カリスマに引き寄せられたか。ここ2年だよな、当人。いや、これ引かれるぞ、誰だったんだよ。だけど、本屋で、この後の、島津が、あの、あれか。薩摩に帰って、あとは弟子の子、なんていうの、弟子っていうか、うん、若い人たちの育成に力を注いで、85歳でお亡くなりか、83? みんなでこの後のことが全然、どういうことか、よく分かった。さすがに遠くまで行かれたら分かんないですね。九州だもんな。分かんないな、やっぱ。うん、県1個またぐぐらいならともかく、九州って。いや、県またやかれても俺分かんないからね。100メートルって分かったんだ。なんかすげえな。ここ、本当に、あれだな。なんていうか、俺もだし、あなたも多分来てよかったって今思ってると思う。うん。何もつけないの。赤外線にはなかなか反応しづらいですか。うん、ここ楽しいね。お。島津さん、もうここ関係ないもんな、ここも。あー、この神社っぽいところが、うん、本当にさっきの看板あったところぐらいですか、範囲は。かゆっ。虫が多いね。多い。声に出していいなら5、6回決め上げてるもん、俺。手とか腕にビチャビチャくっつく。さあ皆さん、僕の話が嘘か本当かよくわかんないですけど、僕もよくわかんないんですよ、本当に本来。うん、ただある程度見えるところちょこちょこ話してるだけで、みんな静けさやね。確かに。ラッシュがいるのに全然暗いっていうか。やっぱりこっちのライトってなんか変な明かりの配分になってんだと思う、カメラが。変な。すげえ虫。うん。触りたくないもん、もう。LED ライトって虫が来ないんじゃないの？中にも入っとるやん。いやー。すげえ入っとる中。もういいや。よくない、よくないって。かゆい、かごみな。本当に。車にもう戻ります？色焦ってるね。じゃあ、まあ、虫除けスプレーやりたい。ああ、わかるな。この間、あの、くっせって言ったやつ。あれ、虫除けなのか、人間もにに逃げるぞ、あんな。防犯スプレーに最適？でも、窓取ってる？はい、撮ってますよ。なんか皆さんもね、気の感じる霊感の注射来てみて集中すれば多分400年前の感じると思うんですが。それってさ、姉川より前でできてたの？何が？姉川より前でその未来、過去の光景見るってできてたの？できてない。何かきっかけないと無理じゃない？いやいや、違う、姉川は、うん、変な話で橋の上に立っている女性が、うん、その見たものが僕の頭に光景として映るわ、うん、今回は自分で追っていくの。400年分。